清志家村長は、日系アメリカ人のアメリカ陸軍第442連隊戦闘団上等兵。第二次世界大戦時の活躍により、名誉勲章受賞者となった。カリフォルニア州ロサンゼルスに生まれる。軍に入隊するまでは、日系人収容所の一つである、コロラド州のアマチ収容所に収容されていた。1944年6月26日に、 第442連隊戦闘団の上等兵の階級にあった村長は、イタリアのスベレート近郊で敵の大砲を破壊しようと、独力で自身の分隊の迫撃砲を配置した。村長は敵の反撃によって殺害されるまで3発の砲弾を発射することに成功した。これらの行為によって、当初は主君十字章が授与されていたが、1990年代に、 なって、すべてのアジア系アメリカ人の主君十字小受賞歴を再調査したところ、名誉勲章に格上げされることとなった。2000年6月21日にホワイトハウスで取り行われた式典において、ビル・クリントン大統領から村長野遺族に名誉勲章が贈呈された。現在は、故郷ロサンゼルス近郊にあるエバーグリーン墓地に埋葬されている。弟のうち、 吉尾と健一の二人は、清と同様に442連隊に志願し、末程の富は朝鮮戦争に従軍した。村長が受賞した名誉勲章には、下記のように記されている。清系村長城等兵は、1944年6月26日のイタリアスベレート近郊における、作戦中の際だって、英雄的な行動によって、その名を残すこととなった。 村長上等兵の中隊は幼稚を抑えている上に優れた射撃能力を持つ敵の部隊に遭遇した。敵の 88mm 自走砲は直接中隊に攻撃を仕掛け隊をバラバラに追いやった。村長上等兵の迫撃砲分隊は攻撃を命じられたが地形の悪さが原因で武器を組み立てることができなかった。分隊長は迫撃砲の位置の脆弱さを理解して 中から相対的に安全な位置まで部下たちを遠ざけた。部隊に多くの死傷者が出たことから、いてだった村長城東兵は、独力で8 8トル砲の陣地を制圧しようと試みた。自ら射程に残り、村長城東兵は自身を迫撃砲に配置し、約400ヤードの距離で敵の方に発砲した。彼の三発目の射撃は、着弾修正することができたので、 砲弾を敵砲の前に命中させることに成功した。一方、すぐに迫撃砲砲火の位置に気づいた敵の一弾は、88mm 砲を村長城東兵の位置に向けた。村長城東兵が4発目の射撃を行う前に、88mm 砲の砲弾は彼の位置に命中し、即死に追いやった。先の村長城東兵による砲火の正確さにより、敵兵は、 さらなる危険に身を晒すことを恐れ、位置を放棄した。村長城東兵の類いまれな英雄的行為と任務への忠誠は、軍隊の最も崇高な伝統を維持し、また、彼、本人やその部隊、ひいては、アメリカ陸軍への大きな信頼をもたらすものであった。ありがとうございます。